今回はグッドロケーションで美味しい朝食のホットサンドをやってみました。ではどうぞ。ベーコンがいい感じで焼けてきましたね。ということで次卵を焼いていきたいと思います。でお次は卵をいきたいと思います。贅沢にちょっとこっち側の方がいいですかね。今回は贅沢に卵2個でいきたいと思います。閉めます。じゃあそろそろ卵は焼けたと思いますね。オープンしてみます。オープン。はい、ビタビタ、いい感じので、次はこの卵の上にこのパンを乗っけたいと思います。乗っけまして、一回蓋をします。でクッとやったら、これで卵はいい感じに外れてくれていると思ったらイエス。はい、ビタビタ、イリュージョン。ではお次にチーズ、チェダー系のチーズを乗っけまして、さっきいい感じに焼けたベーコン、カリカリベーコンのベーコンを乗っけます。さっきいい感じに焦げたベーコンも乗っけていきます。ここに今日はピザソース、ガーリック風味、こちらのピザソースをかけていきたいと思います。チュッ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 って、あとでサンドした時に広がりますんで、まあこう真ん中にこうかけてあげます。そしてさっきから気になってたと思います、この箱からこの痛いこのイタリアンハーブ、これカルディで買えますんで、ぜひ。これがすごいいい味出してるんですよ。これをまんべんなくいい感じにかけてあげます。ほう。でその上にもう一枚のパンを引いてあげて、でここでぐぐっと、でここでバンドを締めてひっくり返します。こっちのさっきあれですね、やってたからまあちょっといい感じのあれになってきたんですけど、これでしばし待ちます。ではどういう感じになったか焼き具合を見てみたいと思います。ひっくり返して開けたらいい感じですね。で逆側ももうちょっと焼いていきたいと思います。逆側も多分いい感じに焼き具合きてると思いますので、一回チェックします。あ、いいですね。こっち側もじゃじゃん、いい感じですね。ということでホットサンド、ぜひ朝食に、美味しいコーヒーとぜひ